皆さんこんにちは、斉藤由紀です。本日は斉藤由紀ムービーリサイタルブレイクスルーにお越しいただきありがとうございます。今回の企画は7月3日に予定をしていた東京のキヨイホールでのリサイタルが残念ながら中止になったことを受け、その代わりに皆様へ演奏をお届けするべく5月から少しずつこちらの企画準備をしてきました。現在世界的に深刻な状況が続き、音楽家たちは活動の場をオンライン上へと移行しています。その中で私たちは様々な演奏により簡単に触れることができ、演奏動画はある種飽和しつつあります。自分らしいオリジナリティのあるコンテンツを発信するために、動画だからできることをコンセプトにたくさんのアイディアをこのリサイタルに盛り込んでいます。もちろん演奏の内容も新鮮なものを感じていただけるかと思います。ぜひ最後まで皆さんこちらの動画をお楽しみください。
この企画は僕がやってる LINE のオープンチャットっていうものがあるんですけど、メンバーの人といろいろ交流をしていただいた質問の中からお答えをさせていただきます。どっちがいいかっていうのは難しいんですけど、単純にいろんなものを吸収できる速さっていうのはやっぱ若いうちの方がいいと思うので、そういう意味では高校を卒業してすぐに留学するっていうのもいいと思うんですけど、一番自分が大事にしといた方がいいかなと思ってることは、覚悟ができた瞬間に行くっていうことができればいいかなと思って、なかなかその自分の心の準備だったり、他のその留学の準備ができてない状態で行くっていうと、かなり最初の出だしっていうものが苦労すると思うので、ちゃんと覚悟とかね、準備ができた上で行くっていうのがいいと思います。でもそんなに身構える必要もないと思うんですけどね、本当に自分が行きたいなと思った時に行くのが一番いいかなと思います。自分が一番忙しい時っていうのが、コンクールを受けていて、でそのプログラムっていうのが大体1時間分ぐらい今持っていて、その他にコンサートで弾く曲を別で用意したりとか、あとは普通に大学で勉強するものとかを用意したりすると、大体2時間から2時間半ぐらいかな、3時間いかないと思うんですけど、それぐらいの分数の曲っていうものを準備しています。一度にたぶん本気出せば、1回のコンサートフルでできる90分のプログラムを1から全部読んで、1ヶ月で人前で聞かせるレベルにはできると思います。10代後半とか20代をギターをしっかりやっておこうって思ったのは、やっぱ留学をするっていうのが一個の大きなきっかけでしたので、
それを決めたのが、まあ、中学卒業するぐらいにも留学をしようと思って、そこから少しずつ準備を始めたので、15歳ぐらいですかね、13のタイミングとかだと思います。コンクールに関して言うと、まあ、2つの観点から僕は曲を選んでいて、一つは他の出場者と曲がなるべく被らないものを選ぶっていう、なかなかそこは選曲も難しいところではあるんですけど、自分のいい部分をたくさん見せることのできる曲っていうものを、いろんな時代であったり、いろんなジャンルっていうところからピックアップをしています。あともう一つは、割とコンクールっていうと定番曲みたいなのがたくさんあると思うんですけど、その定番曲の中から自分にしかできないような演奏っていうものを実現できる曲っていうものも選んでいます。どちらに関しても言えることとしては、自分の強みであったりとか個性っていうものを最大限に発揮できる曲っていうことを注意して曲選びをしてます。コンサートに関して言うと、自分はその一個のコンサートでコンセプトであったりとか、一個のストーリーっていうものを作るっていうのをすごい大事にしていて、毎回その同じプログラムで、コンサート回るっていうことは僕の場合はほぼないんですね。毎回それぞれ、違ったコンセプトであったり、違った楽しみ方ができるっていうものを、常に意識してやっているので、一つのテーマに絞って、曲をセレクトしたり、あとはそのストーリーに乗って、曲の順番を決めたり変えてみたりっていうことを、常に意識をしてます。
Thank you.